はい、それではですね、今絵を見ていただいてるんですけれども、何の絵か分かりますかね。一応ね、僕なりに設計図なんですけど、棚ですね。はい、何の棚かっていうと、盆栽棚、盆栽をね並べるための棚をね今回作ろうかなと思っています。2段のね棚なんですけども、まあ結構簡単にできるかなって思ってさっと描いてみました。まあ、横にね可愛い女の子がね上にプレゼント置いたりとか、なんか真ん中になんか置いたりとかしてますけども、一応ね盆栽の棚ということでやっていこうかなと思ってます。で、この2000とか450とか900っていうのはパイプの寸法ですね。900mm、450mm、2000mm、まあ、2メーターと45センチと90センチ、まあ、×2 の180、まあ、このくらいのサイズ感でやっていこうかなと思っています。まあね、ちょっとどうなるかわからないんですけども、早速やろうかなと思ってます。ちなみに棚を作るのには結構単管パイプとか木とかいろいろあると思うんですけども、今回は矢崎さんのイレクターっていうのを使ってやっていこうかなと思っています。はい、イレクターはねこんな感じで、イレクターのハンドブックっていうのがあのホームセンターとかに置いてありますので、よかったらちょっと見てみてください。あのないホームセンターもあります。で、種類がねいろいろあって、パイプはこう黒とかアイボリーとかグリーンとか、まあ、サイズも何種類かあって、なんかねメタリックのもあるみたいなんですけども、メタリックのは若干高い、金額でした。はい、でパイプをつなぐジョイントっていうのがメタルジョイントっていうのとプラスチックのジョイントっていうのがあって、メタルジョイントはボルトナットで留めます。プラスチックのジョイントは接着剤で留めていくので、一回固めたらもう外すことはできません。で、メタルジョイントの方が便利そうに見えるんですけども、これが結構罠で、今回僕はその罠にちょっと引っかかってしまいました。まあ後でちょっと伝えたいかなと思ってます。今回使っていく材料がこちら、2段の盆栽棚で、今回のサイズ感で作るとだいたいパーツはこのくらいになります。細かい、品番型番っていうのはまた概要欄に載せておこうかなと思っていますが、ちょっとね間違えて買ってしまったものもあるので、参考程度にお願いいたします。そしたら早速ね、組み立てに入っていくんですけれども、まずはこちら、メタルジョイントでつなぐ部分のパイプっていうのは、錆止めのためにキャップをしてくださいという注意書きがあります。まずは、キャップを必要なパイプに、くっつけていこうかなと思います。で、接着剤っていうのは専用の接着液があって、サンアロー接着液っていうのが、まあ、同じ売り場に置いてあると思うので、専用のものを使ってください。なんかねプラスチック部分がちょっと溶ける感じでくっつくような感じなのかな、まあちょっと専門的なことはわからないんですけども、かなりがっちりつきますので、で結構早めにつきますので、まあ瞬間接着剤ほどじゃないので慌てる必要はないですが、あのそんなに待たなくてもがっちりとつく、そんな感じで思っておいた方がいいかもしれません。で、これがパイプの側面ですね、穴の部分。ここに、専用のキャップをつけていくんですけれども、接着剤はこういった感じでつけてパチンと
止めます。結構入りづらいパイプもあるんですけども、グイッとね押し込んでいただければ大丈夫かと思います。でパイプにキャップがつくとこんな感じ。まあこのねアイボリーと黒の組み合わせっていうのがね結構いいなって思っちゃいましたね。はいはい、では本格的な組み立てにここから入っていきます。設計図に書いた 1,2,3 の赤いところ1番をまず作っていこうかなと思ってます。僕はねこの1番2番3番の順で作ろうと思っているんですが、この段取り後で失敗しています、はい、結果作れません。段取りは最後にひっくり返りますが、やった順番通り説明しようと思うので、まあこれは失敗なんだなというところで聞いてください。すいません。で使う材料がこちらで、その中の J12B というのがあるんですが、まあちょっとカタログだとかも見てもらうと分かるんですけども、J の 12B と J の 12A っていうのがあるんですね。一方方向にあの貫通できるタイプと貫通しないタイプがあるんですけども、僕はね貫通しないタイプが欲しかったんですね。でもね間違えて貫通するタイプを買ってしまっています。まあこれでも作れるのでやっていこうかなと思っています。まずはパーツを並べてみました。そのまま組み立てるとこんな感じ。この時まだ接着剤は使っていません。はい、設計図の2番3番の材料がこちら。並べてみるとこんな感じ、こんな感じでボルトとナットで留めるようになっています。完成するとこんな感じになりますね。はい、2つできました。はい、ここで棚に真ん中に通してあるパイプをちょうど真ん中になるように調整しています。はい、1,2,3 の棚ができたので、今度は柱、この柱にズズズズッと刺していこうかなと思っています。こちらは柱とキャップ、キャップはこんな感じになってます。キャップだけ残念ながら黒がどうしてもなくてですね、アイボリーになっています。これね足元おしゃれのね基本だと思うんですが、ちょっとね足元黒くしたかったですけども残念です。さて今度は棚をつける高さを決めていますね。下が25センチ、上が110センチでまず止めてみようと思っています。はい、失敗です。なんとですねメタルジョイント柱にグググッと通そうと思ったんですが、グググッと通りません。パチッと止める感じのタイプで、一回かますともうそこからずっと動かせないので、残念ながらこの棚を作ってから刺すの段取りですと作れないことがここで発覚します。いやーと思ってバラします。はい、正しいやり方が分かったところで、そしてこのやり方だと一人でできないことも発覚したので、偉大なる妻の登場です。妻に支えてもらって下段から組んでいこうと思います。見てもらうと分かるように角のところパチンと止まってる感じ分かりますかね。こんな感じで止まるので、グググッとね引きずるのはちょっと難しいタイプになっています。それではまず下段から組んでいきます。はい、これで下段の一部が完成しました。ここでまた新たな失敗が発覚します。メタルジョイントとプラスチックジョイントを併用して使っているんですが、メタルジョイントとプラスチックのジョイント、なんとパイプの噛む部分の長さ、のりしろっていうんですかね、
その長さが違います。よってこの棚でいう外側のパイプと真ん中のパイプでのりしろがだいぶ違います。真ん中はのりしろ部分が 7.5 ミリずつしかありません。ただし接着剤がかなり強力なのでこれでも大丈夫だと思います。途中でこんなこともありました。六角がない。めちゃくちゃ探しました。刺さりっぱなしでした。落とさないように刺して置いといたんだ。そうに違いありません。そうこうしている間に下段が完成します。上段も同じ要領で完成です。上段の高さについては妻の指摘があってちょっと高いよということで95センチに落としました。最上部に関しては先ほどお伝えしたメタルジョイントとプラスチックジョイントののりしろの長さが違うため、長さにズレが生じています。なので、接着剤でなんとかごまかしてグッと止めております。これで完成です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いします。その他コメント高評価もよろしくお願いしますね。それではまた次回お会いしましょう。またね。盆栽パークカルプンテでした。